どうも空調系 YouTuber ひでさんです、えー。今回はですね、こちらの壁、こちらの壁面にエアコンを取り付けしてきました。マンションで、この穴から出てですね、ここを降りて、壁面降りて、ちょっと横引いて、このへっこんでるところ、ここに室外機置いてよっていうことでお客さんにご依頼いただきました。 で、このダイキンのエアコン、6畳用のエアコンを取り付けるということで、これから作業していきたいと思います。さあ、作業していきます。えー、裏板つけてですね、引っ掛けた状態、こんな感じで、えー、下がって、左下がって、横引き、化粧カバー、成功したところまで、えー、進んでいます。えー、次にですね、ここから配管を通して、配管通して、 形を作ってですね。で、引っ掛けて接続していきたいと思います。まず、このスリーブの、スリーブ通して、よっこらせと。スリーブ通してます。スリーブ通して、はい、長さ足りるかなこれぐらいで足りるかなっていうことで曲げて、 曲げて形を作ります。曲げて形を作る。よいしょ。形を作って今ですね、もうリーマーしているところですね。リーマーしています。リーマーして、こんな感じ。こんな感じで規定の長さで切って、リーマーしてフレアを、フレアナットを今入れて、フレアツール。 BBK のフレアツールで挟み込んで、締め込んで、ぐいぐいっと締めて、よし。そしてドリル回転。ドリル回転でフレアを作ります。3部。OK。で、フレアを作ったら、緩めて、 外して、ぐいぐい。そして、確認。触って確認。見て確認。はい、今度2、二部。二部をフレアナット入れて、フレアツールで挟んで、挟んで、締め込みます。締め込んで、ぐいっと。 グイッ、グイッ、グイッ。オッケーそうしたら、ドリル回転。ちょっとカメラ目線。んどうかな映ってるかな映ってるかどうかを確認しながら、作業してます。よし。オッケー緩めて、外して、手で触って、オッケー見て確認。目視で確認。 はい、次。今度はエアコンを引っ掛けます。さあ、ダイキンのエアコン、バラバラにして、えー、前面のカバー外した状態で引っ掛けますよ。引っ掛けて、そうしたら、落とさないでね。落とさないように、確実に引っ掛かってるか確認してください。そして、浮かします。浮かせます。接続するのに、 大金のエアコンはですね、えっと、全面のカバーというかですね、カバー外れるんですごいスペース確保できます。すごい優れてますね。接続するのに隠蔽配管とかの場合もすごくやりやすいです。で、このエアジャッキ。なおかつこのエアジャッキで浮かしてあげます。ま、いろいろですね、ここテープ挟んだりとか、えっと、三角のですね、裏に入れるものもありますよね。こう浮かせるための。 私はこのタスコのですね、エアジャッキを使ってます。エアジャッキを使って浮かせて、ナイログ。エアジャッキがいいところはですね、テープとかで前ですね、あの浮かせてたら、クロス貼ったばっかりの時にですね、テープの跡がついちゃったりしてですね、あ、やばいやばいって隠れたから良かったんですけど、うん。 ちょっと跡がついたりする可能性もありますね。重いエアコンなんかの場合特にですね。その点、このエアジャッキは、えー、柔らかいんで、えー、傷がついたりっていうことがないです。それで採用してます。さあ、そうしたらですね、フレアを手でいっぱいまで締めて、トルクレンチ。トルクレンチでトルクをカチカチと、OK。 次、三部。三部を接続していきますよ。三部を、よいしょ。なんかゴミが落ちてきた。貸して、ネジを合わせて、はい、くるくるくる。いっぱいまで締めましょう。いっぱいまで締めて、ぐい。オッケー締めて、 トルクレンチ、トルクレンチ、トルクレンチとモンキー。どこだ、どこだ、どこだ。よし。これで、閉めます。ぐいっ、ぐいよし。オッケー。そしたら保温を補修していきますかね。保温を、保温を補修して、 口が開かないようにですね。左配管の場合、保温が本体の真裏に来るんですが、その時ですね、口が、この保温材、縦にこう切れ目が入ってると思うんですが、そこをですね、テープで、テープで押さえて、口が開かないように、口が開くと、 空気が行き来してしまうんで空気が行ったり来たりすることによって冷やされて飽和水蒸気量飽和状態になって、えー、結露しますね結露するとその結露水がこの保温材の間中で溜まっていって溜まっていって我慢しきれなくなって重さでポタポタ落ちてくると いうことが起きます。なので、この、保温ですね。保温は、この口が開かないように。そして、包帯、大金の場合は、この付属の包帯がありますよね。あの、この包帯は捨てないでくださいね。なんだこれなんて言って、捨てちゃう人もいるかと思うんですが、ここを巻いてください。 これ何のためについてんのって。取説読まない人、な何を負けって言うんだろうって思ってる人もいるかもしれませんが、これはこういった口がですね、開かないように多少テンションをかけながら、クイックイと巻いていくことによって、空気の層ができますね。この包帯、こう、何て言うんですかね、こう、エンボス加工じゃない、何て言うんだろう、こう。 不織布みたいな形になっていて、空気が、空気の層ができます。で、空気の層で断熱されるっていうようなものになります。締めていきます。決してですね、これ、あの、結露した水を、あの、蓄えておくための、こう、スポンジでもなければ、えっ、ー、と、布というか、なんていうんですかね、ものではないですからね。断熱するための、 包帯になります。これ Amazon とかでもタス,タスコでですね、出てます。この包帯。さ包帯を巻いたら、解けないようにテーピング。両端テープしておきましょう。カッターで切る。カッターで切るとですね、こうテンションかけて 引きちぎっちゃうとそこがビヨビヨンってなんかよじれてですね。あの、夏場暑い時なんか、あと暖房の時ですね。ビローンとね、糊が緩くなって剥がれてくるっていう可能性があるもんですから、ベストは、えー、テープを巻いてカッターナイフで切る。それがベストです。まあでも忙しい時はカッター出してご丁寧に切ることできねえよ。 って思う方もいるかもしれませんが、カッターで切ってあげるのがベストです。そうしたら、電線、えプラグ、電源プラグの線をこちらに寄せておいて、そしてこの F、VVF もこちらにわーっとカメラが倒れて、えー、っと、そうしたらこの電線を、 貫通部から外に出します。なんかどっちらかっちゃってますね、ここが。線を出して、さあ、こんな感じ。こんな感じで、なかなかね、もう後ろから撮ってると、欲しい映像が撮れてなかったっていう感じですね。こういう感じで、外まで配管で出てます。そして貫通部のパテ。貫通部はパテ、 えー、マンションの場合、中、外、パテで、えー、ちゃんと、結構負圧になるもんですからね。あの、24時間換気で、えー、強制的に換気してますんで、えー、パテ埋めしっかりしないと、外から空気を吸い込んでしまう。ヒュー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 、空気が入ってきて、この、マンションダクトのですね、頭の周りに、こう、黒く、黒い太陽みたいな感じの、こう、 汚れがついてるお家もありますね。ちゃんとパテをしないとそういうことが、壁が汚れてきたりします。なんで、中、外、パテをするようにしましょう。さあ、前面のカバーを取り付けて、よし、中は大体になってきましたね。で、一応こんな感じ。こんな感じで、まだ電源は挿してありませんが、外終わってないものですからね。 マンションカバー端末がなかったんでジョイントで併用しました。こんな感じ。そして外に出てきて、頭、LDWM をまず取り付けます。えー、ビスはですね、えー、ノープラグビス使用しました。そして元々、えー、前の住人さんがですね、化粧カバーつけてたんですかね。ビス穴がありましたんで、その穴を流用して、 この LDWM 今つけようとしているところになりますビスをもんでよしはいジョイントも打った跡がありました止めて長さを測りますよ長さ長さえー、っと1000いくつだ1400いくつうんと長さを見て印をして であっと、また、またカメラが倒れても、もう、大丈夫かな、アイフォンよし、長さ、印して、さあ、切りますよ。切ります、切ります。切っていきます。よっこらせ。さあ、この、化粧カバーのカッター。 その横の電線一緒に切んないでね。大丈夫かなよし。切れたと。最近、本当にスムーズに切れますね。冬場なんかパッキーンなんて割れたりするんですけど、化粧カバーが綺麗に切れて、暖かくなってきた季節を感じますね。冬だと割れたりしますんでね。さあ、ここは、化粧カバーの直感部分は、 このドリルで穴を開けてビスを止めます。よし、ビス止め OK。ビス止め OK です。そしたらテープ、化粧テープを巻いてきます。はい、加速します。早い早い。加速装置作動中。加速装置作動中。加速装置作動中,作動中です。 という間にテープが巻き上がります。これぐらい化粧テープが早く巻けるといいですね。って感じでもう巻き上がりました。ということで、えー、今度はですね、冷媒管カットしてですね、カットカット、カロリーオフって感じで、まず切ります。切って、次2部。 二分もカットします。カットして、よし。リーマー、リーマーをかけます。トントン。リーマーを、私は必ずかけています。リーマー、かける人、かけない人、いろいろいるけれど、私はリーマーをかける。 かける派です。はい。ここに宣言いたします。私はリーマーをかける派です。ということで、えー、フレアナットを入れて、フレアツールで挟み込んで、締め込んで、はい。ドリル回転。パナソニックのマルチのドライバーで、フレアを作りました。 そして手で触って確認。目で見て確認。次3部。3部のフレアナットを入れます。3部のフレアナットを入れて、よし、挟み込んで、はい、締め込んで、グイッ。はい、フレア、出来上がりって感じですね。そして次、ナイログ。ナイログを塗ります。これ必ず塗らなきゃいけないよってことはないです。私はこの、 ダイログですね。使った感じが良かったもんですから、もうここ1年半ぐらいですかね。どれぐらいになるんだろう。使ってます。それまではエアコンパルを使ってました。さあ、手でいっぱいまで締めて、アイレンして、モンキーで受けて、3部のトルクレンチ。この BBK のトルクレンチ使ってます。そして2部。2部のフレアナットいっぱいまで締めて、はい。カッツン、カッツン、はい。 閉めました。OK。そして電線。えー、っとですね、本当は、本当はというかですね、流れとしてはもうこの時点で、えー、真空ポンプかけてると無駄がないですね。でもいつも私は線を先につないじゃってます。真空ポンプをかけて、かけてる間に線をつなぐ方が時間のロスはないです。よし。それで、電線。電線を、 奥まで入れます。黒白赤123番黒白赤そして端子台のとこ、ちょっとクイッと浮かしてあげて、そしてサドル、サドル、サドルバンドで締めます。グイッ、オッケー。オッケーですね。さあ、真空ポンプかけます。真空を引いていきますよ。真空を引いてる。 間にお掃除とかですね、したりとか、いつもしてますね。真空ポンプかけてる間にお掃除をしたり、片付けしたり、えー、道具をですね、もういらないものを外に持っていったり、ボケーっと見ててもしょうがないですからね、真空ポンプが動いてる間。時間はもう常に流れています。タイムイズマネーですね。グイッ。はい、バルブを開けました。 バルブを開けて、袋ナット。これ必ずモンキーで締めましょう。ここから漏えいする時もあります。バルブのなんか調子が悪くてですね。そこから漏れることがあります。そして泡剣。泡剣で漏れがないか。外をですね、確認してます。お前中確認しねえのかよ。泡剣でとかっていう方いるかもしれませんが、一応自信を持ってやってますが、 一応確認のために外も慌てんで見ています。はい。試運転しますよ。電源差しましたんで、ピッ。さあ、順調に回ってくれています。よし、よかったって感じですね。さあ、一応仕上がりとしてはこんな感じ。頭をつけて、化粧カバーを降りて、 で、こちらマンションなんですが、結構不発なの、音が出てるの分かりますかねちょっと聞こえないかなで、お客さんにですね、サービスで、この乙女ちゃん、エアチャッキーバルブですね、えー、夏場ドレンが出てですね、えー、この乙女ちゃんつけないと、部屋内でドレンの排水がうまくいかなくて、ポコポコ、ポコポコ言うことがあります。で、この乙女ちゃんをつけることによって解消できます。で、乙女ちゃんつけるときにですね、注意点として、 ビニールテープでですね、上端下端、テープしてあげる必要があります。ただ今回はもうこの降りてすぐ床面ですので、えー、パイプはですね、延長しないんで上だけですね、上。こうやってバネを、えー、乙女ちゃん、バネで外れないようにしてあげて、テープ、テーピングしてあげます。テーピングしてあげることによって、 で、空気ここから吸い込まないんで、えー、正常にですね、このエアチャキバルブ作動してくれます。こんな感じ。これサービスでお付けしました。これでお客さんの満足度、サービスしときましたからっていう感じで、恩気せがましくですね、お客さんに言いました。そしてこれ、まあ、虫が入らないための目的もあります。で、お客さんの満足度を上げるのにこのキャップだけでもね、もう1個100円ぐらいで売ってますんで、 サービスしてあげると喜んでくれます。これでエアコン取り付け終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。